僕は誰も襲ったことはないから、まともな理由もなく人に銃を向けるのはやめた方がいいよ。ここはただの人間にとっていい場所じゃないと警告しているんだ。出て行ってもらうために追いかけてきただけなんだ。俺の叔父が同じ化け物に殺されたんだ。だからこの化け物を相手にしてやる。お前は誰も殺してないか。そう、その通りだ。怪物化した僕と出会った時、僕は飢えをしのぐためにネズミを食べていたんだ。お前の言うことを信じるわけないだろう。セフ、僕の血の力を使い何時の手を権限せよ。仰せのままに。なんだあれは、幽霊の手みたいな。待て待て、お前のことを思い出した。お前の叔父を殺したのは俺じゃねえか。あいつの甥か。だがあの時俺には別の主がいた。今の主は何もしていないのに、お前は彼を殺そうとした。残酷なやつだな。セフ、世間話はもういい。学校で人間を傷つけてはいけないと教わったから、ここから追い出して傷つけずに。追い出して、簡単に負けるような間抜けに見えるか。失せろ、二人揃って死ね。僕のナイフが。新しいのを買ってあげるよ。フレッド、エヴァンヌとレルアか。ジン、全部僕のせいだ、ごめん。そのナイフを抜くと血を失うことになる。だからお願い。喋っていいとは言ってないぞ。早く終わらせてくれないか。ああ、ごめん。捕まってからずっと喋り続けていたんだ。フレッドが捕まった。まさか化け物を救いに来たなんて。ちゃんと聞け。彼を話せば、あんたの友人を返してあげよう。危害は加えない。その代わり出て行け。フレッドの首を絞めている。信用できない。腕を打ってマイクロブレードの毒で殺す。エヴァンヌ！了解！間違って殺してしまったかも。ルア、リズムを取り戻した。帰ろう。お姫様抱っこする必要はないだろう。足は怪我していないし。誰だ、お前は。まだ生きてるか。ふん。ひどい状態だ。おい、兵者に戻ろう。お前は大丈夫か。出血してるのはジンなんだから、僕のことは気にしないで。ナイフを抜くよ。ごめん、マントの布で手を巻くから。はあ、ありがとう。そういえばジンの帽子を見つけたよ。一人で歩けるか。ああ、軍服が俺の代わりにダメージを受けてた。俺はがっかりしてるだけ。え？なんで？負けたから。それにあの化け物は我々の敵なのに、俺たちを生かしておいた。思っても見なかったよ。それからあのガキは怪物のようには見えなかった。もしかして。まだ治療が必要なんだから早く。わかったわかった、まだ終わってない。いつの日かまた会おう。ジン、哲学者ブルノ。余計なお世話だ。ああ。